人工知能でオオスズメバチを見つけて通知してくれるようなシステムを作りたいと思います。検出には機械学習という技術を使います。一つ一つの画像にどこにオオスズメバチが写っているかマークしていきます。コマンドでプログラムを起動します。お、できてるできてる。こんにちは、週末予報チャンネルのゆういちです。見てください、オオスズメバチがミツバチの巣を襲いに来てます。オオスズメバチって突然やってくるんですけど、週末予報だといろんな場所に巣箱を置いているので、こう常に見回るってことはできないんですね。そこで今回は人工知能でオオスズメバチを見つけて通知してくれるようなシステムを作りたいと思います。まず作りたい監視カメラの概要を説明します。この巣箱の入り口を映すようにカメラを設置します。それでそのカメラでオオスズメバチを認識させます。認識したらこうスマホに電話をしたりとかプッシュ通知を送って知らせてくれるようにします。こうするとオオスズメバチが来た時に駆けつけて、まあ、退治することができますよね。今も巣に入ろうと頑張ってますね。はい、このまま放っておくと仲間を呼んで何十匹もオオスズメバチが来ることもあります。毎回来るのはそのうち面倒になりそうなので、オオスズメバチを追い払うスプレーがあるので自動的に噴出するような装置を最終的には作りたいと思ってます。まあ、ただそこまでいきなり行くのは大変なので、今日はオオスズメバチを認識するカメラを作るところまでやろうと思います。それではやっていきましょう。まずはオオスズメバチの検出方法を説明します。検出には機械学習という技術を使います。はじめにとにかくたくさんのオオスズメバチの画像が必要です。撮影した画像から切り出したものや画像素材サイトからオオスズメバチの画像をダウンロードしてきました。約200枚集めてきました。これだけでも結構大変で、良い精度が出るかというのはどれだけたくさんの画像を集められるかにかかっています。ここからも大変です。一つ一つの画像にどこにオオスズメバチが写っているかマークしていきます。こんな風にツールを使って全部の画像にマークをしていきました。画像の収集、マーキングとここまで大変でしたが、あとは簡単です。 Google が用意してくれているプログラムの実行環境を使って機械学習のソフトを実行するだけです。用意した画像からコンピューターがオオスズメバチの特徴を学習してオオスズメバチを検出できるようになります。今回使ったソフトはヨロのバージョン5というものです。今回の機械学習について詳しくは概要欄に書いておきます。機械学習を行うには能力の高いコンピューターで長い時間プログラムを実行させる必要があります。今回は数時間で学習が終了し、オオスズメバチを検出するためのモデルが完成しました。それでは早速試してみましょう。ちょうど今オオスズメバチがここにいますね。オオスズメバチは中に入ろうと入り口を探すので、まあ、非常にゆったりした動きで巣門の周りを歩き回ります。まあ、これだったら十分検出できるんじゃないかなと思います。小型のキイロスズメバチもいるんですけど、キイロスズメバチについては放っておいても大丈夫なので、まあ、認識しないようにしたいなと思います。もちろんミツバチも誤検出しないように、それができるかここでやってみます。今日は第1回目の実験ということでノートパソコンをそのまま持ってきました。でこれで、プログラムを起動して、これですね、コマンドでプログラムを起動します。まあ、もうこんな感じでこのノートパソコンのインカムで質問を映してます。はい、あれこんなとこ来ちゃいました。オオスズメバチに刺されると死ぬこともあるので十分注意してください。
さすがに飛行中のオオスズメバチの検出は無理だと思うんですけど、あの巣箱に入ろうとしてこの辺に着陸すると思うので、そのタイミングで検出できると思います。あ、待ってきた待ってきた、来ましたね。お、できてるできてる。あー、まあできてますね。検出できるときとできないときがあるんですけど、さっきキイロスズメバチが映ったときもミツバチが映ったときも検出しなかったので、ここだけを映して検出するっていう方法で十分実用化できると思います。バッチリ検出できました。今回は人工知能でオオスズメバチを退治する第1弾として、オオスズメバチを認識して検出することができました。とは言ってもノートパソコンをそのまま巣門の前に置いておくってことは難しいので、そのプログラムをスマホとか、あとはもっと小さいマイクロコンピューターに入れて起動させたいと思います。最近のスマホとかそういったマイクロコンピューターはとても高性能なので十分プログラムは動くはずです。まあ、これでオオスズメバチが来たら通知を受けて駆けつけることもできますし、理想を言えばスズメバチサラバというスズメバチを追い払うスプレーがあるので、それを自動的に噴出して追い払えるようにしたいと思います。今はまだちょっと暑いんですけど、秋が深まるにつれてもっとたくさんのオオスズメバチがやってくるようになるので、なるべく早めに完成を目指します。最後までご覧いただきありがとうございました。週末養蜂チャンネルでは日本ミツバチの生態やオオスズメバチの対策などを紹介していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価コメントもお待ちしています。それではまたお会いしましょう。さようなら。なんか頭の周り飛び回ってますね。こういう時はじっとしておけば大丈夫です。なんか頭乗ってませんか？もう飛んでた。もう飛んでた。うん。はい。次回は今回作成したオオスズメバチを検出するカメラを使って、オオスズメバチを追い払うスプレーを自動で噴射する装置を作ります。果たしてうまくオオスズメバチにスプレーを噴射することができるのでしょうか。ぜひお楽しみに。それでは。